あ、何気に今ファイヤーボールが93食らったんじゃねえか。よかったよかった。ちょっと教えて、そこの屍くん、人いないもんな。人いないことに問題があるわこの地区。あ、メタルスライムだ。とりあえずあのメタルスライム叩いて、今ミスって書いてなかったっけ、俺の錯覚だったかな。あの犬犬猫猫鳥鳥のあの謎がな、せっかくサブクエストクリアしたのにな。サブクエストってほどでもなかったけど、他にもなんかあるんだろうな、こうしてみると。ふん、毒食らってやがるあのバガ、もう死んだな。後ろのやつから叩き殺せ。ああ、もう手前のやつも終わりじゃん、さいなら。上も何もないもんな。ね、ないね。なんか新しく人が出ましたとかもなんかなさそうだもんな。あの洞窟奥の方に行った時にまっすぐ帰っちゃったけど、もしかしたら何かあったのかもしれないな。あ、死んだ。ファイヤー。そんなことしてるうちにめちゃめちゃ強くなっちまうけど大丈夫？多分歯が立たなくなりますよ君たち。右下とかなんかあったっけ。あー、うざい。リンチされてんじゃん。あ、逃げた。しまった。さすが主人公様だな。なんでこんな効くんだろうな。てかメタルスライムに殺されそうなんだけど。逃げた。ちょっとアイテム使っとくか。まあ定休でいいよこんなの。なんかあるわ。いやいや、そうじゃないでしょうあなた。今の絶対違うでしょうが。あ、左上にある。なんだあれ。やっぱりなんか俺は何かを見落としている。ふんふん。来たばっかりの時は結構苦戦してたような気がしてたけど、エーテル違うんだよな。なんか俺の思い描くものと全く違う、まるで違うものばっかり手に入る。何なんだろうなこれは。よし、ね、これもうこれこれこれもうこれでもう苦労なくね、こんなやつらボコれるのよ。右下も宝しかないだろ。何がダメなの俺の。これでなかったら一回ちょっと戻るのもありだな。全体攻撃で一気に消していく。ちょっと広告踏んじまったよ、戦いの最中に。でさらに奥に行くだろ。あのラスボスがいたとことなんか関係あんのかな。この特別なエリアは特別でも何でもなかった、すでに攻略済みだった。まあそりゃそうだよな。俺はもっと奥に行かなきゃいけなかったとかいう説ないな。そんなのも。なんか出てきた。ここ洞窟なんすか。なんか随分と外のように僕見えたんですけど、まあスティンガーでちょっといっぱいでかいの当てないとね。おーし、来たね。でこれ次ファイヤーボールだね。ドラー、これで達成。強すぎますねはっきり言って。ここにも何もないもんな別に。おかしいな、何もねえな。まあ、仕方ないか。な、様子見るの死にてえの。よし、じゃあどうしようかな。入り口に行くしかねえな。もうここにもないか。なんか入れる場所とかあればねいいんだけどね。ちょっといろいろ巡ってみるしかないな、こうなってくると。デカペルシアン、死ね。ファイヤーボール、こいつ全くなんかあれだな、ターンが来る前にぶち殺しちまってるなさっきから。でこっちにもなんかあるわけじゃないもんね。ちょっといろいろフィールドをこう見渡してみてるけど、もう一人どっかいるのかな海賊団が。街戻ってみっか。戻ったらもしかしたら前の、うん、となんか前の街とかに似たような海賊がいてもおかしくないもんな。兄貴のパンツな、ちょっと一回戻るか。珍しいお宝ね、手に入れちゃったからね。ちょっと宿でも行ってみっか。宿の中になんかいるかもな。なんか、おお、いるじゃんいっぱい。
ウィーヒック、合言葉。ネコネコニャーニャーが、はいはいはい、なるほどね。じゃああと上にいるかもな、そうなってくると。上じゃねえか、どっかにいるんだろうな。